久保さん。いや、確かに、集団リスク面白いですね。まあ、僕はね、多分孤独が最強だと思うんですよね。多分孤独がね、多分ね、一番最強だと思いますね。なんで孤独が最強かっていうと、自分の人生は自分なんですよ。で、孤独になると、自分しかいないので、自分と対話し始めるんですよね。うん。で、もちろんそこで、自分に負けているというか、自分に負けたというか、自分に沈んでいく人もいるんですけど、 まあこれもねパターンはありますけど結局その自分はどうしたいのか自分はどんな人生を送りたいのかそれは全部自分の意思決定であり自分の意思と共鳴共感なんかどう,どうできるかなんですよねだけど周りがいると自分の意思が揺らぐんですよでも孤独だったらその外的情報が入ってこないですから <laughs> 俺はこうしたいっていうね内から出るものですよねそれを出さない限りダメなんですよね だからそこで大事なものは何かっていうと、自分にやっぱ、あの自分に向き合うっていうことなんだけども、うん、やっぱ自分に負けないってことですかね、うん。会社に負けてもいいし、勝負に負けてもいいし、ライバルに負けてもいいけど、まず自分に負けないってことですね。うん、自分に折れないっていうかね。うん それが大事なんじゃないですか。ま、まあ、前に進みたいんだったらですよ。いや別に逃げる人生も OK なんで、まあ、その人がそれを承認すれば別にそれはそれでいいと思うんですよ。うん。ただ、僕が言ってるのは、お金を稼ぎたい。今より収入を上げたいって言ってる人たちに、ですよ。だから今より変化したい。今より収入を上げたい。うん。っていう場合は、 あの自分に勝てないといけないですし自分と向き合う時間が必要ですし孤独が一番いいんじゃないかなと思いますこれは実際僕自身も鹿児島に来てやっぱね孤独になったことによって強くなりましたね、まあ、これ与沢さんも言ってましたよね多分ねやっぱね一人になって孤独になるっていうのがやっぱ考えることもすごく深くなるのでそうだから深く考えて深く後悔して 死ぬほどやれば誰でも成功できるよみたいなね前ありましたけどね与沢さんの本当その通りだなと思いますねうんただやっぱね浅いんですよねみんなうん,なんで浅いかっていうとそれは自分の第一次情報自分の内から出てる第一次情報じゃなくてみんな他人の情報なんですよ見てるもの聞いてるものっていうのは自分の内から出る第一次情報これいいですね 自分の内から第一出る第一情報に耳を澄ませろっていうね。耳を澄ませば。耳を澄ませばにしましょうか <laughs>。映画のタイトル <laughs>。耳を澄ませば。いってらっしゃい。